どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボ薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回はあの洋楽の素敵な曲いってみようと思います。こちらです。ドン We are never ever getting back together。 テイラー・スウィフトさんのもうタイトルめちゃくちゃ長いです。この曲はもうほんと世界中に旋風を巻き起こすくらいものすごいことになってましたからね、もう世界中が。はい、この曲ウクレレで奏でていきましょう。もちろん英語ですけどね、これなかなか英語早口なんでちょっとねこれね最初はニャニャニャでいいと思います。ニャニャニャで歌うね、英語っぽくニャニャニャでそういうのがいいと思います。まずはこれ演奏しましょう。洋楽デビュー、この曲で始めるの楽しいですよ。はい、この曲実はガズレレ YouTube チャンネルでもうめちゃくちゃ昔に取り上げてるんですよ。2016年にもう本当に不親切な動画、もう全然コードもめちゃくちゃ難しいコードでやってましたね。もうだから5、6年前になります。今回2021年版もうすごい勢いで簡単になって、もうかっこよくなって再登場です。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもな、もうめちゃくちゃ簡単にできるようにしている、めちゃゆっくり簡単バージョン入門コード4つでゆっくりやってみますよ。これ英語だからちょっと難しい。演奏はめちゃ簡単になってます。だけどちょっと小説が面白いところがあるんで、あのテロップよく見ながら確認してください。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、ちょっとね、かっこいいけど難しい弾き方紹介したいと思います。これは結構奥が深いですよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今日みたいな洋楽もですね、ちゃんとゆっくりやればできるようになると思いますよ。ちょっと時間かけてね。はい。で、今まで音楽やってみたいなと思ってたけど、なかなかチャンスがなくてできなかったんですとか、楽器挑戦したことあるんだけど、ちょっとね、挫折しちゃった、難しくてみたいな方が、あっと今にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるよというプログラムがあるんですよ。このガズレレには。このガズレレプログラムを見て、もう全世界中の方が何十万人も音楽始めてます。めちゃくちゃ簡単なんです。すぐできますから皆さんもすぐ始めましょう。もうちょっとしたらこのリンクここに貼り付けておきます。このリンク先に飛んでもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるわけであっという間ですからね。 YouTube だから完全無料、今すぐ音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあこのプログラムのリンクここですよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌えるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1700曲以上もうアップロードされております。皆さんの好きな曲もきっとたくさんあると思いますよ。ちなみに今日みたいな洋楽もたっぷりガズレレで取り上げてます。ここにちょっと洋楽をまとめたページ貼っときますんで、ちょっとご興味あったら他の曲にもチャレンジしてみてください。それでは早速やっていきましょう。We are never ever getting back together. Taylor Swift さんのシンプル簡単バージョンやってみます。1、2、3、4。
Getting Back Together、 テイラー・スウィフトさんの、かっこいいおしゃれなんだけどちょっとお別れの曲なんですよね。これねすごいですね。こんなに楽しそうなハッピーなお別れの曲があっていいのだろうかって感じで、ね、新鮮。入門コード4つでした。 C と F と G7 と Am。 嬉しい。これはコードめちゃ簡単だけど英語ね、特にこの A メロの始まりが I remember when we broke up first time、 この英語のね A メロのとこめちゃくちゃ早口ですからね、ここちょっと難しい。ここニャ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 、まずニャニャで言ってみるのがいいと思いますね。そうするともうムード出して自分でこうできてる気になる、これがポイントだと思います。あと今のねシンプル簡単マジサビのところで2拍っていうところ出てきたじゃないですか。ここがね結構キーポイントになるところで、ちょっと楽譜通りに2拍のところは 1,2 でちょっとやってみてください。デモ演奏を確認しながら何回もやっていただいて、このね小説の区切り方はガスが思った区切り方なんで、もしかして違う解釈もあるかもしれないんですけど、ひとまずはちょっとこれでガズレレで練習してみてください。もちろん今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルウルトラショートカットバージョンでございます。これが結構長いので、でも英語の歌詞とかすごい葉っぱじゃないですよ。なんで今ね基本的に1番やって最後ね繰り返す、もう一回繰り返していく、 B メロからサビ繰り返したというガズレレオリジナルのショートカットアレンジになってます。まずこれちょっとねやってみてください。でもしフルコーラスやりたい方、コード進行こういう感じで同じですから、歌詞をね書き足して、オリジナルの2番の歌詞とか書き足してオリジナルの楽作ってみてください。まずはですね今のシンプル簡単バージョンのガズレレ動画に合わせて歌詞とコード出てますから、ゆっくり何回も合わせて練習してください。1個目のゴールとしてはシンプル簡単バージョンのガズと一緒に合わせられるようになったらすごいと思いますよ。あれでも英語の歌詞ちゃんと歌ったらもうすごい早いですからね、ちょっと張り切ってやってみてください。で一緒にできるようになった方おめでとうございます。その次はね、次のステップにどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに皆さんお一人だけでリズムと歌とこう音楽を生み出す、これをやっていただきたいと思います。とはいえこの曲いきなり英語と歌詞、英語の歌詞とコードを覚えるっていうのはなかなか難しいでしょうから、楽譜を見ながらね練習していくのがいいと思います。楽譜見ていずれは覚えちゃってね、本当なんかこう大空に向かってこの曲歌うとかすごいいいなと思うんですけど、まあでも楽譜練習でも楽譜ってどこにあるのって話になるかもしれませんけど、安心してください。今のね、We are never ever getting back together です。見てガズさんが手書きで書いたこのノートを見ながら演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映してみんなもこんな風に書いたらいいじゃんっていう風にシェアしようと思うんですけど、今めちゃ便利なサービスこれ始まってます。ガズクラブ、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の We are never ever getting back together を含むガズが今まで手書きで書きまくってきても膨大な数のねノート楽譜のストックがあるんですよ。このデータをですね毎月5曲皆さんお気に入りの曲探して選んでもらって、お手元にこうダウンロードできるという画期的なサービスなんです。でこのガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいんですよね。あとはですね毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーって、ね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとねちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるとここにメンバーになるというボタンがねパソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたりもうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね、まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、ね、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんでご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してばどなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のこともあの概要欄に書いておきますんでチェックしておいてください。はい。それではですね楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版の We are never ever getting back together、Taylor Swift。
いやー、長い曲名ですよね。これでもね、もう絶対ね、なんていうの、仲直りしないっていうか、もうね、別れたあんたとはもう絶対より戻さねえよ、みたいなね、ことらしいです。これ和訳をね、なんかホームページを見てね、この歌の内容聞くとね、そんなにね、曲をこんなに楽しそうに歌うテイラーさんが好きになります、本当に。はい。見ていきましょう。ね、見て、簡単だよ。コードは簡単に言っとけて、ちょっとね、これ英語の歌詞がいっぱいあるから、ワンブロックでかくなってますから、このワンブロックはこんなになってる。それでもこのちっちゃさ字の、そんだけこうラップっぽく歌うってことです。はい、こうやって映していくんで皆さん、ノートに書き出してください。それで練習していってくださいね。はい。で、それか、デモ演奏中のテロップをね、書いてもらうのもいいし、さっき消化させてもらったガズクラブで、今映ってるこのデータそのものをお手元にダウンロードしていただくのもすごくいいと思います。一応この点、黒い点でリズムをね、はい、測ってくだ、測れるようになってるのがガズレレの楽譜の特徴。I'm a moment in broke up, first time, こんな感じでどん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 この黒い点をリズムに、拍を合わせてやってみるのがキーポイントです。ちょっと英語が難しかったら最初はニャンニャンでやってください。まずこれが A の1メロ、1メロ、1の A メロ。はい。イントロから。ですか？はい。して、ここ、B メロ。ここがちょっと可愛い感じですね。このコードが簡単なのがまず嬉しいですよね。ゆっくりでやったらもう初心者の方もできる。はい。で、ここサビなんですけど、ここね、ちょっとテロップ見てもらったらわかると思うんですけど、このね、2拍っていうところが結構キーポイント。これね、ちょっとリズムの測り方は人それぞれかもしれないんですけど、このリズムの取り方はガズならではの取り方です。2拍がちょっとあっちこちこう、なんて挟み込まれてるっていうか、こういう風にガズとしてはリズムを分解してみましたけど、他にも リズムの分解の仕方があるかもしれないんですけど、ちょっとね、これを参考にやってみてください。テロップ、動画のテロップとね、示し合わせていただくとわかると思うんですけど、はい、その辺のことをちょっとご確認していただいて、その辺が今日のね、唯一難しい、この2拍っていう尺が入ってくる。これがキーポイントです。ちょっと確認しておいてみてください。で、ここまで来たら、ここ見て、感想をやって、そしたら、こうやって見てもらうと、これ、B メロからサビに行って、もう一回、B メロからもう一回サビに戻って、終わったというのが今のガズレレオリジナルアレンジです。はい、じゃあ、入門コード4つですよ。出てきたの。はい。嬉しい。C と A マイナーと F と G7。やったー！これはウクレレ始めた人がもう、当日、習った当日覚える、もう超絶入門コードですか。これは嬉しいやつです。はい。これね、入門コード4つがちょっと一応今日さっと解説しましょうか。ちょっとこれ貼っとくね。まず C は、下1本ってガズレレで入ってます。下1本。はい。F は斜めだよ。指立ててね。寝かしたらダメよ。Am はこれ上1本だね。はい。1本だけ、これも指立ててください。G7 は、こことこことここをこうやって結ぶ。三角形です。三角形って覚える。はい。F から G7、もし出てきたら F から G7 を、人差し指を F から残したまま、くるっと回転させて G7 に持っていく。この回転とか、親指の位置とか、いろいろ工夫して、この4つのコードを、ものにしていってください。これまず基本になる4つなんでね、ここ押さえといたらもう大丈夫。そして、この曲、このコードで歌えるのって、夢のようですよね。初心者の方。なんとか英語、にゃんにゃんでもいいけれども、ちょっと演奏してみてください。そしたら、ここからかっこいいバージョンの解説に、どんどん入っていきましょう。と、その前に、やっぱり英語の曲なんですけどね、今4つ向きでしっかり歌をね、マスターしておきましょう。にゃんにゃんでもいいですけどね、はい。この曲こそね、言葉のタイミングと英語のこの口が回るかって話がありますからね、はい。まあまあそういうのちょっと一回練習してもらって、かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンは基本的にはコード。全く一緒なんですけれども、やっぱリズムですね。今日出てくるリズムはね、ちょっと結構ね、内容濃いです。それでは今日出てくるリズムのご紹介です。こちらです。ドーン！アルペジオと16ビートのチャとカッティングってことになります。はい。今映ってるこの3つの弾き方は、ここのリンク行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでに上がってますんで、そこでちょっと確認してください。じゃあちょっと曲の流れで説明していこうと思うんですけど、今日ね、かっこいいバージョンはすっごいかっこいい弾き方をしようと思ってるんですよ。ちょっとやってみます。こんな感じ。やばくないですか？これかっこいいでしょ？これはちょっと難しいです。で、ちょっとこれ後解説するんですけど、まず、かっこいいバージョンで練習を始める方は、この弾き方をちょっとその後にしてもらって、この練習から始めるのがいいと思う。こうです。じゃがじゃがパッ、じゃがじゃがチャッ、じゃがじゃがチャッ、じゃがじゃがチャッ、And then the man in broken, first time, send in the nothing, and now.こんな感じ。まずここから始めましょう。これはね、ジャガー F からやると、ジャ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 チャって止めるだけです。
こうやって止めるのがこの曲かっこいいですよ。なので普通に I remember when you broke up for something and nothing and nothing and nothing、 これより I remember when you broke up for time sending this thing and nothing and nothing、 この方がかっこいいでしょ。これ止まるっていうのがかっこよくて、これを今の弾き方だとダダダダチャってチャで止めるんで比較的簡単かなと思います。ダダダダチャダダダダチャうんダダダダチャうんダダ、これが前半ですね。で、これは今回やるガズレレのかっこいいバージョン、そのもう一個上のアルペジオで同じことやろうと思う。そうするとこうなる。まず今 F を押さえて1弦と4弦3、2、1、チャで止める。もうねチャっていうよりはボディを叩いて止める感じ。はい、でんどんどんどんチャ1、4、3、2、1、チャ1弦4弦3弦2弦1弦チャ、これですね。これをリズムキープしながら、淡々と弾きながら、このめちゃくちゃ速い英語を歌うっていうのはもうね、脳みそ沸騰級のこれ、結構な脳トレでございましてですね。ちょっとできればこの方がかっこいいんですよね。テイラー・スウィフトさんの曲を聴くと、ここがすごい印象的で。はい。これを目指したいんですけど、ちょっとこれ最初からいきなり難しいでしょうから、さっきも言ったように、練習していきましょう。まずこれ歌うことでも難しいからね。はい。で、この A メロはそんな感じ、イントロから A メロはそんな感じでやっていきます。で、B メロからは、16ビートになります。まあ普通のシンプルなゆったりしたどっしりした16ビートのチャですね。スケールでっかい感じでいきましょう。ちょっと跳ねてるリズムでもいいかもしれない。これはここかっこいいメロディーなんですけどね、ちょっと歌のメロディーもね、このうーのメロディーのね、難しいですって、なんかこれ言い方言うタイミングとか、なんかその辺もちょっと感じていただいて、で問題はね、サビなんですよ。ちょっとサビね、 B メロの最後からちょっとサビに流れていくんで、ちょっと聞いていてくださいね。せーの This time I'm telling you, telling you we、 はい、今のこの2拍って書いてあるじゃん、これがですね、この曲のキーポイントなんですけど、その次から、never ever ever に入るときに、たーたーちゃかたか、たーたーちゃかちゃかっていうフレーズいきます。そのままいきますね。This time in, the telling you, telling you, we, ほか、never ever ever, get me, だー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 ちゃかちゃか。この辺、ちょっとこれややこしいというか、だーだーちゃかちゃか、たーだーちゃかちゃか。これも弾き方、ちょっと F でいく、あ、C でいくと、こんな感じ。じゃあじゃあ、チャカチャカ。これカッティングですね。ダーダー、チャをやってから、カッカッカ。はい。空振りして、チャカチャカです。口で言うと、ダーダー、チャカカ。ダーダー、チャカカ。はい。この辺がサビの一番最初。で、ワンブロック4つのところ、Am、C、F、M のところは、Am、C、ダーダー、チャカチャカ。なんですよ。Am、C、ダーダー、チャカチャカ。この辺の感覚、ちょっと、We are never ever 変えてみます。せーの。I never ever ever get me back together. We are never ever ever get me back together. はい。ここちょっとややこしいところなんですけど、ガズのそのリズムの測り方だとこう2拍っていう風に取ったんですけど、もしかしたら違うリズム分析法もあるかもしれませんけど、ちょっとこれでひとまずやってみてください。その後、You go talk to your friend, talk to my friend, talk to me. ここは普通の16ビート。We, but we, and never. またここで、ダーダーつかつか。Back, back together. はい。ここのダーダーつくつく、ダーダーつくつく。ちょっとゆっくり演奏だけしますんで、何回か練習してみてください。ここの拍がちょっとね、ややこしいんですけど、何回かちょっとやってくると、あ、こういうことかって分かってくれるというふうに思います。これね、リズムの取り方何回も言うんですけど、難しいんですよね。ここちょっとね、難解な感じがするんだけど、聞いてると気になるんだけど、自分で演奏してみるとね、あれって感じになるので、ちょっとガス的にはこの2拍っていうところをそこかしくに散りばめて、アレンジしてみたということで、ちょっとね、これで一回チャレンジしていただければというふうに思います。はい、それでいつも言ってることですけど、この今日の曲みたいなリズムとかも難しいでしょ。で、英語歌うことも難しいんだけど、やっぱりこれ歌詞の内容が結構ですごいですよ。もう絶対もうよりは戻さないっていう、そんなねメッセージらしいですよ。なんかそういうのをね、こうハッピーに歌うって、その新感覚が面白いなというふうに思うんですけど、はい、歌の中身を感じながらできれば奏でたいと思いますけどね。これね、英語曲
にしてはちょっとこれ何度だ、 A メロのところがね、でもちょっとこれやっぱりいつかは弾いてみた憧れの洋楽の一曲だなというふうに思います。じっくり時間かけて取り組んでいきましょう。それではやっていきましょう。テイラー・スウィフトの We are never ever getting back together、 ガズレレレかっこいい場所、オリジナルショートカットアレンジでやってみる。 1, 2, 3, 4。I've had to see other in the mouth when you said you needed space. What? Then you come along again and say, baby, I'm missing and this plan ain't gonna change. Trust me, I'll never have a lust for the day. I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, we call it a fucking lust novel. Ooh, this time I'm telling you, giving you me. But never Getting back together、 ガズレレレかっこいい場所やってみました。いやー難しいんだけど、このなんていうの、この曲の雰囲気とかこのリズムの乗り方とかこの気持ちよく乗れる感じ、 そういう風に乗れるくせにこの別れるのを歌うみたいなところ面白いなということで、まあ、独特の魅力をねもう未だにもうねこう放ってる曲だと思う。ゆっくり時間かけてこれリズムの練習にも相当なると思いますからね、取り組んでいきましょう。はい、皆さんお知らせです。ね、皆さん皆さんのスマホとかタブレットに入ってますか？ガズレレではねアプリがあるんですよ。ガズレシピというアプリがあります。今回ですねこのタイミングでなんとこのガズレシピ内に新しい曲の楽譜が40曲追加されました。ちょっとこの辺のこと、ガズレシピって一体何なのって分かんない方も多いでしょうか。ここにリンク貼っておきますから、ちょっとガズレシピぜひぜひチェックしておいてください。皆さんこの本ご存知でしょうか？ガズレシピという本が出ております。はい、ここにガズさんいますよ。はい、これガズレレが出してる楽譜の本なんですけど、こっちのね皆さんご存知のこのリッドミュージックさんから出してる本とは別のものなんですが、こっちはね、初心者さんの簡単バージョンの楽譜ということなんですけど、こっちはですねちょっとマニアックに、見てもらうと分かるんですけど、かっこいいバージョンの表記もあるんですよ、このガズのノートみたいに。はい、でこれはね曲数もすごい入ってるんですよ。こんだけ曲数入っていまして、でね、これAmazon で、今販売できるようになってます。税抜き価格1500円です。だから、ちょっとごめんなさい。ここにテロップ出しておきます。これぜひAmazonでこのカタカナでガズレシピとこう検索してみてください。よろしくお願いします。でもいろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとかこうストラップとかこの水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス、最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね、15万部ぐらいの、皆さんにご購入いただいて本当にご活用していただいてるんで、まあ、こういう本とかもね書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とかアプリとかもあるんですよ。まあ、詳しくはね公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくともう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。